では、稽古法をご紹介しましょう。この稽古法では、受ける側を元立ち、打つ側を掛り手と呼びます。両者は控えから座礼の位置に進みます。この位置は下座中央が望ましいとされています。 座礼は正座して背筋を伸ばし、両手を同時に床につき、深く頭を下げます。続いて、双方ともおよそ九歩離れた立ち合いの間合いに進みます。下げ等のまま正面に立礼。 相互の立例の後、木刀を左手に持ち替えて対等となり、右足から三歩前進。損挙しながら、木刀を左斜め上から抜き、横手あたりを交差させるようにします。立ち上がって中段となって構えを解き、左足から歩み足で小さく5歩下がり、立ち合いの間合いで中段に構えます。 損挙の方法は、右足かかとに左足かかとを寄せるようにして、右自然体のまま両膝を折って大きく開き、両かかとの上に背筋を正して伝部を乗せます。構えの解き方は、剣線を自然に相手の膝頭から三センチから六センチ下に、相手の体からわずかに外れる程度に、刃先を左斜め下にして開きます。 では九本の基本技を見てまいりましょう基本1は一本打ちの技です互いに立ち合いの間合いから前進し<ン>一足一頭の間合いからかかり手は面小手銅を打ち<ン>最後は突きです 元立ちが剣線をやや右に開く機会を捉え、かかり手は一歩前進して正面を打ちます。打った後、かかり手は一歩後退して斬新を示し、さらに一歩後退して一足一頭の間合いに戻り、元立ちがやや剣線を上に上げた機械を捉えて固定。さらに元立ちが手元を上げた機械を捉えて右胴を打ちます。 一本打ちの技の最後は突きです剣線がやや右下に開く機械を捉えて腕を伸ばしながら体全体でインコブを突き直ちに手元を戻します<っ>かかり手の打つタイミングをよくご覧ください 着いた後、かかり手は一歩後退して斬新を示し、元立ちはさらに後退する相手の2歩目に合わせて前進して元の位置に戻ります。双方構えを解いて立ち合いの間合いに戻ります。